こんにちは、沢井です。本日はこちらスパリゾートハワイアンズに来ました。カメハメハ大王がお出迎え。このようなとても大きな空間のプール、久々に来ました。浮き輪にね、空気をしっかり入れて準備万端です。この日は私のめいっ子ちゃんたちと来ました。一緒にぷかぷか泳いで気持ちよかった。プールの中に水槽があって、こうやって一緒に泳いでるみたいな感じめいっ子に引っ張られながら流れるプールなので、プカ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 浮いてるのが楽しかったです。仲良しでございます。写真撮るね、フォトスポットもあったんですが撮り忘れました撮ろうと思ってこれだけ撮って写真撮ってなかった。めいっ子がお花つままずに泳げるって言って成長してました。すごい。赤ちょうちん、かわいいですね。この夜市というね、温泉ゾーンもございます。人泳ぎした後は館内着に着替えてこちらへ。サマーバイキングということで夜ご飯、ちょっと早めの夜ご飯を食べに来ました。いっぱい食べました。どれもこれもとっても美味しかったです。デザートもしっかりいただきました笑われてアイスも食べ放題食べめいっ子に食べれるって確認されてましたね。館内着かわいいですよね。そしてご飯を食べた後は夜のハワイアンズ、夜のカメハメ派だよということで芝浦ショーへ。夜にねショーが行われるんですよ。かき氷ありました。新食感かき氷というのもあったのでこちらを購入してかき氷ゲットです。時間帯によっていろいろショーが行っているんですが、こちら夜のショーに参加してみました。かき氷を食べながら幸せな時間です。本当にショーがとってもかっこよくて刺激的で素敵でした。布団でゴロゴロ、おやすみなさい。2日目、朝食もしっかり食べて。こちらはスプリングパークというゾーンで低めの温度の温泉です。こちらはね、水着を着用したままみんなで入れるスタイルですね。でこちらはパレオゾーン、こちらもね温かめのお湯にな、お湯、お温かめの水になってます。グリーンゾーンもあって、こう緑も感じられてとても気持ちがいい空間ですね。
ちゃくいるのが私たちでございます。そしてこの大きな大きなビッグアロハ、この階段をスタースターと登っていきました。めいっ子2人を連れて上まで行って、2つのねルートがあるみたい。教育スタート。そして私の番。久々にこういう滑り台乗りました。すごい長くていつまで続くんだろうと思いながら、でも終わってみると、あ、終わっちゃったと思って、もう一回乗りたいなって思いました。そして思いっきり遊んだ後は水分補給ということで、パイナップルジュース。すごいですよね、この大きさ。みんなで飲みたいと思います。はい、どうぞ。飲もう。はい、おいしい、おいしいね。イエーイ、アロハー。あ、美味しそうだね。ちぎって食べる。ちぎりました。食、美味しかった。こうやってねゆっくりできるスペースもありました。ココ姉さんとの記念撮影して、ハローハー、とっても楽しいハワイアンズでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いいたします。笑顔あふれる素敵な毎日を。アロハー。